はい、お待たせしました。ちょっと客席との距離もあるんで、皆さんもしよかったらマスク外しても大丈夫ですので。それではですね、皆さんから一言ずつ自己紹介と観客の皆さんへのご挨拶よろしくお願いします。じゃあ、首藤さんから、はい、お願いします。ガールから偽物の名役をやらせていただきました指導ラムです。本日はお越しいただいてありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。では、じゃあ三好監督お願いします。死体と生きるの、監督をしました、三好麻也と申します。本日はありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、じゃあアキレスは神チーム佃監督からお願いします。はい、アキレスワカメ監督の佃ひかるです。本日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、アキレスワカメの榊名役をしました土越桐子です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。アキレスワカメの、警察官役水野祐樹です。ありがとうございました。同じくアキレスワカメの謎のロバをさせていただきました、ハサノコナキと申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、もう皆さん気づかれてるかと思いますけどね、メイ、主人公がメイが2人出てるっていうね、ガールもアキレスワカメも両方メイだったんで、ちょっと全然違うタイプのメイが並んで立ってますけど、じゃあ先にガールのシドラムさんからちょっとお伺いしますけれども、はい、ちょっと今日監督いらしてないんでね、ちょっと監督の代わりも兼ねてもらいますけど、山本監督とは毎回結構長いお知り合い で、はい、でそれで今回映画の主演にも抜擢されたっていうことですか。はい、大学時代のミュージカルサークルの同期で、山本監督は演出をやってて、で私が普通に歌って踊ってみたいなのをやってました。はい、その時に知り合って、はい、で、そこから普通に別れてて、5年ぐらい後に何かやりたいんだよねっていう話をずっとしてたし、何かやりたそうにしてたのが伝わってきてたん で、自分はこの映画とかに興味を持ってやるようになったんで、やってみないって、はい、ちょっとお茶でもしようよみたいな感じでやって、で、その本当に1週間後とか2週間後ぐらいにこのガール初めて書いたんですよ。はい、それびっくりしちゃって、はい、これやばい、いけるよっつってめっちゃ怖くなりました。はい、で、書いてその脚本を見せてもらって、はい、で、じゃあ一緒にやろうぜっていうことになって、でも見せてもらって、え、これどっちの目やるって言って、うん、どっちでもいいよみたいな感じで言って、はい、で、その本物、メイじゃないか、そう、主役の、うんうん、私主役じゃないんですよ、うん、ソイちゃんの方が主役で、はい、その方のこの役とどっちやるってなって、こっち偽物のメイの方だとなんか探せないからやってほしいって言われて、それになりました。はいはい、じゃあやっぱ結構もうイメージして書いてたことは書いてた。そうですね。なるほど。自分で実際に演じてみてどうでした？自分のキャラと被るところがあったりとか。そうですね。結構やりやすく描いてもらったなって思ってます。はい。なるほど。じゃあやっぱり役としてもすごいやりやすくて、自分としては結構気に入ってる。超お気に入りです。はい。じゃあやっぱ大好きな一本になった。もう広めるために福岡に来ました。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ次ちょっと三好監督、はい、お願いします。はい、死体と生きるは大学生の時に撮った作品ですか。いや、今専門学校2年目なんですけども、はい、実は佃先生の、うん、佃監督の、授業、専門学校の先生やられてるんですけど、はい、佃先生の、授業の一環で、はい、撮った作品です。はい、そう、ちょっと僕も審査で見たとき最初すごいびっくりして、なんだろう、技術的にはね、もちろんまだまだのところあるけど、でもこれちょっとピックアップしとかなきゃいけない作品だなと思って
まあ、今回ちょっと上映することになって、で、なんだろう、まあ、作品の全体的な発想、どこから出てきたとか、何かちょっと自分ですごい書きたかったことだったとか何かありますか？そうですね、発想というか、なんかニュースとかを見てて、親の遺体と暮らしてる息子みたいなのを見たときに、あ、この人異常だと思って、もし恋愛感情に置き換えたらどんな物語になるかなって考えてたら、この物語が浮かんできました、はいはい。でね、ちょっと特にね、ラストが皆さんすごい気になったと思うんですけど、あそこも何か実際に事件とかから発想を得たとか、それかあるいは映画からちょっとインスピレーションをもらったとか、そこは特に何か。そうですね、遺体をどうしようって考えてた時に、うん、まあ、一緒にその生きるっていう意味で、まあ、食べちゃえばいいやと思って、食べさせました。うん、自分にそういう、なんだろう、傾向があるとか特に。いや、ないです、ないです。いい、正常です。でもね、ちょっと、なんだろう、個人的な話ですけど、でも本当に、なんだろう、肉体的に、なんだろう、例えば恋人の、なんだろう、腕とか足とか、その噛みたいとか、噛みたいっていう、ちょっと女性を知ってることもあって、で、なんかその辺が、肉体を、自分の好きな人の肉体を自分の体に取り込みたいっていう願望を描いているのが、逆にすごい新鮮でもありリアルでもあって、そこが面白いなと思いながら見ました。はい、ありがとうございます。じゃあ次ちょっと佃監督行きましょうか。はい、ね、まあ佃監督いつもすごい、なんだろう、知的でウィットがあって、でもなんかエキセントリックな作品撮るんですけれども、今回は出発点はどこだったんですか、作品の。はい、大前提としてやっぱりスマムラ三条遊園から僕お金もらってなくて、別に、逆に毎日お金を払って人数分ね、10人分ぐらい入場券を買って、開園時間に入り、閉園時間に降りてきてるっていうあれだったんで、別にご当地映画のようでようでないという感じなんですけど、もともと出発点はですね、神戸インディペンデント映画祭というよく似た名前のが、まあ、僕大阪に住んでて、でそこで、昨年の企画でも映画祭の企画として何本か映画を撮りましょうと、でそれの趣旨としては、ロケを神戸にしてくださいと、もう一つは、関西の俳優さんを中心にしたオーディションをやるので、そこから俳優さんを、メインの俳優さんをと出会ってくださいという企画を、コンペティション企画コンペがあって、送ったところ、まあ、企画なんかで選ばれてと、でそこから、まあ、そこに企画協力となっていた代表もいるので、はい、また後ほどという感じなんですけど、はい、なので、まあ、それ神戸で撮りましょうと。で、すみません、ちょっとだけ喋ります。で、アイデアとしては移動させたいというのだったので、で、いろいろ、あと乗り物にたくさん乗りたいと。なんかその、ワンシチュエーション、ソリッドシチュエーションで、よりも、こう、007のように移動に次ぐ移動っていうのを取りたくて、というのでいろいろロケーションハンティングの結果、あそこでという話になりました。はい、はい、で結局公園内で何日くらいかけて撮影したんですか、あれ。4日、3日、4日間、4日で、はい、入園料4日間払い続けて、かける10人ぐらい、はい、でも非常にあれですね、健康的な現場ですよね。9時に撮り始めて、17時には閉園する。うん、そうですね。開園時間内に撮り替えないといけないから。はい。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと、土子さん、水野さん、橋本さん、なんだろう、この話、どうでした？それぞれ皆さん、消化できましたか？このお話。飲み込めた。あ、全然。はい、もう大丈夫です。あるがままに受け入れて。はい。はい、なんか普通にっていうのもなんかあれですけど、すごい楽しかったです。はい、水野さんいかがでしたか。僕佃作品が6作品目なんですけど、うん、そうですね、いつもうんこマンとか水野の基盤とか上半身裸で街を歩いてて、今回オーディションでキャストが決まってて、僕の地元なんですよ、スマホが、で地元で撮影してるからよかったら遊びに来おへんって言われて、出ると思ってなくて見に行ったら出てたっていう感じですね、今回。
さすがですね、巻き込み方が。はい。楽しかったです。はさまつさん、いかがですか。はい、私は実は、刑事役で、エントリーしまして、募集、役を募集してるときに、まあ、見事に落ちまして、なんだと思ってたら、筑田監督から連絡が来て、ちょっとこう出てほしい役があるので、どうでしょうと。いうふうにお声をかけていただいて、やります。いきます。私はもうちょっとだけなので、1日か半日だったんですけど、ああいうちょっと変わったおばあちゃんの役で、先生、いきますよって言って、もう監督は学校の先生をされてる、生徒さんが作る作品とかで面識がありましたので、はい、安心して見ようかせノリノリで、はいはい、楽しかったです。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、今日せっかくいろんな皆さん作り手の皆さんもいらっしゃっているので、よかったらぜひ質疑応答質問していただけたらなと思います。マイク持っていきますので、どなたか何でもいいです。ぜひぜひ監督に聞いてみたいこと、あるいはキャストの皆さんに聞いてみたいこと、何かありませんか。手を挙げてくだされば伺います。いかがですか。どうですか。ぜひぜひ。いかがですか、うん、なかなか。いかがですか。死体と生きるの監督さんにお伺いしたいんですが、筑田先生とは全く作風が違うんですけども、でも先生からどういうところを学ばれたというか、先生から、うん、どういう教えを受けられたのか。そうですね、筑田先生と多分結構真逆だと思うんですけど、まあ、カメラの触り方とか機材を貸しました。機材を貸したのと、夜な夜な毎晩深夜2時ぐらいに送られてくる差し替えバージョン、差し替えバージョン送られてきて、次の日に最終版、次の日これで決まりっていうのが次々送られてくるのをひたすら差し替え、だからもうほぼ別にもうね、なんだ、でも脚本とかちょっとつまずいた時にちょっと教えていただいて、ありがとうございます。はい、他いかがですか。ぜひぜひ何でもいいのでぜひお気軽に。いかがですか。はい、じゃあちょっとスタッフの春川さんから。ガールしたいんですけども、めいちゃんがいっぱい付箋に字を書いて入れてる、はい、シーンがすごい印象的で、はい、あれはラムさんが全部書いたんですか。あ、はい、全部書きました。全部缶いっぱいに書いてきてっていうのが宿題だったんで、めっちゃ書けました。いろんな企業のパロディの名前とかも書いて、全部ルガロになってるように書いて入れました。あ、そうそう、になってて大変でした、ね。そうです。いや、うん、楽しかったです。楽しかったですね。はい。あとお料理するシーンがあるじゃないですか。はい。普段もよくお料理されるんですか。あ、はい。普段も料理すごいやってて、なんで卵とかも中国人並みに片手でこうやってやるからそれ取ってねみたいな感じで、やりました。すごい美味しそうだなと思って、お腹が空いちゃいました、時間的にも。ありがとうございます。まっちゃんはもうなんか、監督は、その動物と、食べ物は絶対に入れたいって言ってたんで。ちゃんちゃんは可愛かったですね。監督の猫です。そうなんですね。またちゃんちゃんの、なんか表情もすごい良くて、ナレーションも可愛かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。伝えておきます。はい、ありがとうございました。
ではですね、ちょっと時間になりましたので、最後、皆さんから一言ずつ、観客の皆さんへのメッセージでもいいですし、あと何か今関わっているお仕事で何か皆さんにお知らせしたいことがあれば、ぜひ、指導さんから一言ずつお願いいたします。はい、どうしよう。じゃあ、監督の山本敦子は、写真とかも撮るし、あと本当に精力的に新しい映画今も着手してて、で頑張ってるので、ぜひインスタグラムとか見てみてください。あと私のも見ていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では三好監督お願いします。はい、私はこの作品が、カメラ自体触ったのが初めての作品だったんですけども、こうして多くの方に見ていただいて本当に光栄です。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではじゃあ、はい、アキレスワカメチームから。はい、皆さん、お集まりいただき、たくさんの方お集まりいただきありがとうございます。そして車両佃田明子さんがそこにいます。ありがとうございます。はい、で、そうです。この作品実は年末にちょっと関西の方で劇場公開を予定しておりますので、なんかもし感想などがあれば、たくさんお客さんも呼びたいので、なんか僕の写真とかをいっぱい撮っていろいろ言ってください。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日ね、舞台挨拶に写真撮られた方、ぜひアキレスは仮面のハッシュタグとか、福岡インディペンデンス映画祭のハッシュタグつけてまた投稿してくださるとありがたいです。でね、しかもちょっとタイミング的になぜかアントニオ猪木のちょっと追悼みたいな部分も含まれてるんでね、ちょっとそういうところにも届けばいいかなっていうふうに思います。はい、土屋さん、水野さん、細野さん、いかがですか、何かあれば。私実は映画に出るのはもう初めてみたいな感じだったんですけど、オーディションで撮って、それでなんかこんな風に福岡とか違う土地に行くことができて、今すごい体験をしてるなと思ってます。本当にありがとうございます。私普段はどっちかというと舞台の方をやってまして、基本的に大阪とか、京都とかそっちの方で舞台俳優としてやってます。ツイッターとかやってるので、よかったらそちらフォローしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。今日はありがとうございました。明日11月4日から、出演しております宮田バスターズが、東京キネカ大森と、青森で、明日、ブルーバード大分行こうと思ってます。で明日から1週間上映しているので、もし映画祭終わってお近くの劇場があれば、ぜひ足を運んでいただければ嬉しいです。また佃田くんの作品に今度はもっとちゃんと出ようと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では次は笠松さん、はい、お願いします。私は今月、11月生まれなので、今月もうじき61歳になります。57歳からこの映画とか映像の世界に入りまして、ほとんど初心者に近い状態なんですが、見てくればこういう感じなので、すごくベテラン的な扱っていただいたりしておりましたが、11月、神戸インディペンデント映画祭に夢追いという作品で、大阪芸術大学の学生さんの作った作品に少し出させていただいたり、多分11月の日にち忘れましたけど、関西学生映画祭、学生さんの映画多いので、こう映画祭に出させていただいている作品にちょこちょこ出てます。で来年、虹のかけらという認知症のお母さんの役で、少しシリアスな映画なんですが、完成した映画で主演をさせていただいてまして、またもしよろしければ笠本麻里で検索していただいたら情報がいろいろ出ていると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、今日は本当に皆さん ありがとうございます。指導さん、三好監督、佃田監督、父親さん、水野さん、園さん、本当にありがとうございました。皆さん拍手でお送りください。はい、はい、それではこれをもちまして、福岡インディペンデント映画祭本日のプログラム全て終了となります。明日また10時20分から、はい、たっぷりごプログラム用意しているので、ぜひ明日もお越しください。それではありがとうございました。おやすみなさい。
い、椅子の下など忘れ物がないようご注意ください。ありがとうございました。